怖い怖い怖い、逃げて逃げてって、多分あの車っつって、俺らも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り、皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、階段のイメージなかったんですけども、やっぱり一流の人はすごいですね。階段もすごかったです。お笑い芸人流れ星の中英さんです。お願いします。どうも、流れ星の中英です。そして輝くウルトラソウルよろしくお願いします。決まりました。決まりましたね。決まりましたね、はい、決まったな。引き寄せて突き放しました、ね、ああいいですね。今回も怪談なんですけど、はい、やってもらえるんですか。もう本当にやるかやらないか、どっちにしようかな。ガンダム。どっち、結局どっちなの。本当にやるの。やるかやらないか、どちらにしようかな。レッチョイスパーティーナイト。どっちなのよ、どっちなのっていう、やるかやらないかってことなんですけど。やります。やりますよね。じゃあじゃんけんで決めます。あ、じゃあじゃんけんで決めましょうか。はい、じゃあいきます。じゃんけんですか。なんかごめんなさい、振り間違えましたね。違いますよね、はい、それグーチョキパーも出てます。グーチョキパーだから、それじゃ手遊び歌ですよ。あ、そうですね。絶対じゃんけんじゃないですよ。グーチョキパーでですよ。あー、はい、だからそうですよ。それグーチョキパーで、グーチョキパーウーパールーパーですよね。そうそうそう。ここで今日ホリプロなんですけど、あれ方角で言うと、はい、あれどっちが北でとかって、あれどうなんだっけ。いや、そんなんもう俺に聞かんといてください。俺芸人なんですから。わかんないですよ。もう頭きた、足は南、どうもコンパスおじさんです。振り合ってます。違ってます。違う。難しいな、やっぱり。方向の方を言うのはオチになっちゃうんで、怒ってるのって言ってもらえればシンプル。そしたらだって頭きたっていけるじゃないですか。その後ね、足は南で方角で裏切るんで、それ方向どっちだっけなって振りはもう先に落ちいっちゃってるようなもんなんで。怖いですね。いや、もう本当にもう怒りますよ。それはもう怒ってます。言い返してください。バーン。あー今コンパスおじさんの振りでした、ね、ですよね。怒ってますよね。あれ今何ですか。なんかえピカソ。何ちょちょちょ。パカンチューエ。パカンなんかいない。いや、これいろいろあるんですよ。そうですよね。はい、いないいないバーから来る面白いやつお願いします。いないいないバーから来るやつ。はい。いないいないバーから最後大統領の名前言う面白いやつお願いします。いないいないバーから言う大統領の言うやつ。いないいないなんか最後オバマっていうやつあったじゃないですか。いない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 オバマですか。はい。え、俺持ってないですよそんなギャグ。え、ね、怖い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 。あれ、俺は何を見てたんでしょうね。何、いないいないいないオバマって。あれ、いない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 オバマってなかったでしたっけ。いや、俺持ってないですよ。持ってない。それ多分別の芸人ですよ、持ってたとしても。いよいよもう、振り間違えるところも違う芸人になってるじゃないですか。しかも振りも全部言ってたしね。本当ですよ。だって俺が伝わってないから、ほら、って今、大統領の名前言うみたいな。これはもう今日、なんかもう、霊障が止まらないですね。すごいですね。こんなに、はい。お互いがボールを落とす取ったふりしてまた拾って全部投げ合うっていうね。いや、ただね、はい、ちょっとこういう時間帯はやっぱり中英さんですからね、楽しい時間帯もあるんですけど、前回じゃあ階段お願いしますって言ったら実体験で、まあ興味深いお話あって、あれちょっとしばらくなんかちょっとドキドキ止まんなかったですもんね。ありがとうございます。じゃあけど島田さんは共感してくれて嬉しかったです。あれ、芸人さんとか俳優さんとかミュージシャンの人とかは結構下北を通ってきた人は響くところがあるというか。いや、前回ね、うん、下北沢が舞台になった不思議な話ありますんで、うん、ぜひ、ね、よかったらチェックしていただきたいと思います、はい、で、あと流れ星ね、チャンネル、お持ちです。2つあります。流れ星 TV っていう、はい、なんかそういう YouTube の企画みたいなやるやつと、あとは流れ星漫才という僕らのネタばっかが流れてる漫才2チャンネルありますんで、よかったら登録してください。もし今度よかったら、まあ、そのね、流れ星2人のチャンネルで僕はパワースポットも詳しいじゃないですか、はい、縁結びですごく絆が深まるとか仲が良くなるみたいな、ね、パワースポットいっぱい知ってるんで、なんかちょっと案内させていただけたら。なんでそんな顔してるの。島田さんでも無理ですよ。もしもそれで縁結びもしくは仲直りできたら一つ格上がりますよ。それぐらいやばくはない。
まあ、最近もネタになってるからいいけどね。もう最近はネタになってますけど。あれも面白いですもんね、あのこうね、はい、プロレスがね。はい。はい、いや、けど、嫌だわ、そんな、二人のコンビ仲を直そうみたいな、縁結びみたいな企画。ダメですか？こっそり教えてください。あの、僕個人的に行くんで。すごいな。あ、けど、本当に、あの、せっかく今日呼んでいただいたんで、いつかもしもタイミングがあったら、島田さんにも出ていただきたいですけど。何でもやります。なんかどういうこと可能性あります？いや、さっきのそれこそ言ってた、なんか縁結びのスポット連れてってくださるとか。はい、二人でね、なんか最後、もう最終的にもう、なんでしょう、もう、ハグし合うぐらいの、感じになるんじゃないかって場所も知ってますんで。本当ですか？はい、漫才終わった後もういいよっつって二人でキスするとかなんかそういうのとかできそうですか？あ、できるんじゃないですか？本当ですか？はい、このご時世でもできますか、コロナ禍で。まあぶっちゃけ最近いいんだもんね。まあそんなに一時のピークよりはもう超えてますから、うん、もうここから本当にもう前も言いましたけど解放に向かってると思います。良かったです。はい、なんか光が見えてきたというか。良かったです。はい、そうですね。はい、今日は。ありがとうございました。流れ星の中江さんでした。ありがとうございました。ってなっちゃうと、ごめんなさい。俺今日カウンセリング受けに来てるんですか？あと、お笑いの振りが全くできないやつしか今出てないので。俺もツッコミも上手くないし、ぐったぐたですよ、ここ。そうね、はい、ちょっとやっぱりお階段巡りですからね。はい。はい、もう全然階段のイメージがない中江さんの、ちょっと今回も体験談。体験談です。意外と体験してるんですね。そうです。僕は本当に今まで生きてきて43歳になるんですけど、この2回体験があるんですよ。あ、前回のと前回のと今回の。へえ。で、別に霊感は強い方ではないので、なんか今ラップ音みたいな聞こえたな。本当ですよね。やだな。パチパチって。そうそうそう、怖い怖い怖い。そう。だからそういう、ちょっと待って、今のラップ音何ですか？わかんない。超怖いんだけど。なんか、まあ、なんか誰かが遠く通ったのかもしれないですけど、うん、ただ今明らかに全員がパチパチって聞いたっていうね。聞いたっていうね。はい。うん。OK です。オッケーってかも完全に場は整いました。整ったんですか？マジ怖いわ。はい、だからその体験したもう一個の方の話をさせてください。今日はわー楽しみです。はい、じゃあお願いします。はい、はい、高校を卒業してだいたい田舎の人って高校卒業してから大学とか就職とかするまでに3月から4月の間1ヶ月間結構自由な時間があるんですよ。はい、でその時に免許取ったりとかみんなしたりとかするじゃないですか。引っ越しの準備したりとかね。引っ越しの準備したりとかで、それで免許取り立てでその車を持ってる同級生がじゃあちょっとその頃ってみんなで田舎だと心霊スポットとか巡ったりとかするじゃないですか。はいはいはい、でそれでうちはあの下呂温泉っていう岐阜県の温泉町なんですけど、そこから山を越えたあの山を越えると混ぜ村っていうところがあるんですけど、混ぜ村に行く手前のところで左って言っても分からない、とりあえず山道の方に入っていくと、うん、ダムがあるんですよ。はい、でそのダムが心霊スポットで僕らの田舎の。へ、でそれどんな心霊スポットかというと、そのダムに行く途中に電話ボックスがあって、もうベターな話ですよ。でそこに夜中の2時ぐらいに行くと白い服を着た女性がいると、いたらまずいみたいに、もう本当にベターな話あるじゃないですか。はいはい、でそれを行こうっつって友達の車に、友達2人が前に乗ってんで、俺はまあ後ろ乗って俺の友達、まあ、だから4人で友達で乗って俺が後ろの席座ってて、はい、でそのダムの方に行く時にもう途中から、あ違う、ダムの方行く時右が川で左が山なんですよ。うん、でそれでもずっと行ってる時に電話ボックスが見えてきて、でわ電話ボックス見えてきたらどうしようと思って見たら何にもなかったんですよ。うん、ああよかったねなんて、まあ、でそこから山道ですからぐにょんぐにょんしてて、でそれですごい膨らんだりとかもこう回ったりして、そこからずっと行くとダムのせき止めてる場所、結構大きいダムなんでそのせき止めてる場所の上が歩けるぐらいの幅のあるせき止めてる場所があって、はい、そこに自販機があったんで、でそこにあのじゃあお前らジュース買ってきてっつって、俺とも友達後部座席座ってた2人が降りて、でジュースを買いに4本買いに行った時にいたずら でその子たちがその車をその席止めれるところにこう一回やって U ターンして戻ってったんですよ。それぐらいもう道が狭いところなんで、うんうん、U ターンできないんで、そこがたまたまあったからそれで使って戻ってって、で俺らもそこの席止めてるところに二人きりにポツンってなったんですよ、山の中の、はいはい、で自動販売機の明かりだけで、でその車が一回俺らから視界が消えるんですよ、山で、うんうんうん、で山で視界が消えて、でそこからぐるっと奥の方でもう U ターンした時には遠い車の光が見えて、でそこに1個公衆トイレがあるんですよ、はい、でそこの公衆トイレの駐車場にその車がブーンって止まって、で2人でうわ怖えよ何やあいつらってちょっとドッキリかけられた感じですか、うん、そしたらこっち来いよって言うから、
いや無理だよ、ここ車で今その 1,2 分で行けたけど歩いてったら相当長いから超怖えよと思ってて、でそしたら奥の方から車のライトが見えて、うん、でその車がブワーンと俺らの友達が泊まってる車を通り越して、そのトイレを通り越して山道のその一回俺らの友達が戻ってた道のところをダムの方に向けて走るから、またその車も一回視界から消えるんですよ、はい、で俺らの友達の車がそれを追いかけるようにブーンと行ってまた視界から消えるんですよ、うん、でもう本当一車線だから、でうわなんだろうあいつらこっち来いよって言ったのに迎えに来てくれるわ、よかったって思って、最初に出てきた車が知らない車のはずじゃないですか、はい、それがキッて止まって、でお前ら乗れよっつって、ごめんななんかちょっとビビらしてみたいな、いやもう本当に、いや違う本当にそうだし、今その前に1台車通ってったでしょっつったら、え車通ってないよっつって、いやだってさもう意味わかんないよ、なんであのこっち来いよとか言うの無理じゃん、もうあんなドッキリやめてよっつったら、いやこっち来いよなんて俺ら言ってないけどっつって、えってなって、いや一人のその助手席のやつがトイレ行きたいっつったから俺らじゃあそこのトイレに行っただけなんだよっつって、で今戻ってきたんだけど、だって今目の前に車いたじゃん、いないよっつって、こっち来いよっつったじゃん、行ってないよってなって、お前ら乗れ乗れ乗ろうってなって俺ら急いで乗って、でブーンってもうそのそっちの俺らが来た方と反対の方にもうとりあえず、うん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 、もうすげえスピードでもう車で行ってたら、途中でその運転手がああっつってバックミラー見てっつって見たら、その本当は俺らの前にいるはずの車が後ろ追いかけてきてて、でうわーってなって、ちょ逃げよう逃げようってすげえスピードで追いかけてきてて、でちょっと運転手がうわーうわーっつって、見て見てっつって、もうすごい近くにいるんで振り返って見たら、こっから上がないんですよ、えドライバーのここから下だけ映ってるフロントガラス、運転手の運転手の、でもうわ首ない首ない首ないってなるから、もうちょっつって、もうみんなでもう一生懸命逃げ続けてたら、もういつの間にか追いかけてこなくなってたんですけど、いやあれマジで怖かったっすわ、気づいたらいなかった、そうなんか綺麗なオチがそういうのあるとかじゃなくて、本当に逃げ続けてたらもう来なくなってたっていう、これは体験だ、えごめんなさい、それも車ってやっぱりだからこの世のものじゃなかったってことですよね、分かんない、もう本当に分かんないです、これはもう本当にもうなんだろう、あまりにもの心霊体験すぎて、で前回もそうですし今回もそうですけど、俺一人の体験じゃないんですよ、そうですよね、友達も覚えてるし、あれマジやばかったよなっていうし、えそれ運転手の人はバックミラーで確認したわけじゃない、そうあバックミラーで、で俺らはもう後ろ見ても見えるぐらいの、いや みんな確認した、みんな確認した、うわ首ない首ない、怖い怖い怖い、逃げて逃げてっつって、多分あの車多分あの車っつって、俺らも怖っていう話ですわ、へえこれも体験なんで、いやなんか心霊スポットでね、いろんな恐怖体験って聞きましたけど、なんかがっつりとがっつりと、でそのこっち来いよっていう声も怖かったですけどね、それの友達の声言ってないって言ってました、で声あ聞こえた声ですか、うわなんだろう、遠くから聞こえるこっち来いよなんで、正確には友達の声かどうかも分かんない、これ今言われてみると、いやよくねそういう話聞いた時にあるのが、うんうん、まあ、そういうもし引きずり込みたいとか、うん、誘い込みたいっていう例がいた場合ですよ、一番相手を油断させる姿格好声などになるんですって、じゃあ引きずり込みたかったってことですか、だから一番本当にあそうなんだ友達なんだと思って行っちゃいそうになってたわけじゃないですか、うん、だからやっぱり何かこちらの方に、でしかもそこから逃げてったからグッと追いかけてきたわけでしょう、うわ怖っ、鳥肌からの、え なんかあるんですか、鳥肌からの、うん、違うごめんなさい、あの本当ごめんなさい、なんかもうなんかやっぱこの感じだからなんか何でもここから一発ギャグが始まるんじゃないかっていう見方になっちゃうんですよ、まあ、その点に関しては僕も謝っておきます、今度呼んでいただいた時に鳥肌ギャグは考えておきます、いやもう面白いオーラ半端ないからどんな場所からもギャグが発生してくるんじゃないかっていうふうにこっちはもうね、はい、見ちゃってるんですいません、これはもうこっちの問題でした、じゃあごめんなさい、けどまあ本当に話戻しますけどこういう体験なんです、いやすごいですね、すごくないですか、でも首から下だってここは見えるんですよっていう距離まで車が来てるんですよ一回、しかもね、うん、あそこにいたと思ってた車が急に消えるわけでしょ、一車線しかないんですもん、一車線しかないような細いところで追い抜けるわけがないですし、あと追い抜いたとしても車の存在は絶対分かってるはずじゃないですか、はい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 、俺らの友達はその車が通ってないって言ってるし、じゃあ俺らが見たあのライトは何だったんだ、
あなたたちの前を通った車も何だったの、こっち来いよも言ってないよ。あの例のその公衆電話があったわけじゃないですか、はい、そこに何か誰か人はいたりとかしたの？何もないです。そこはもう普通の電話でした。あでもああよかったって、何もいなくてよかったねっつって、じゃあそのまませっかくだからもうダムの方まで行ってみようかっつって。いやーすげえなー、うん、でそれこれはもうすごいチープになっちゃうかもしれないですけど、田舎だからいろんな噂も流れるし、全国いろんな各地で同じような噂流れてると思いますけど、これ確証は本当に持ってないですけど、そのダムは一応村を沈めて作ったダムとは言われてるんですよ。だからそのこっち来い要は何だったんだろうとか、そうかそこの、うん、とかとか、まあまあそういう人はもちろんその避難してからそういうのはもちろんやってると思いますけど、なんかやっぱりそういう歴史があるじゃないですか、うんね、たくさんこうダムが建てられた時に、うん、やっぱりそこにあった、ね、集落なんかを沈めてっていう、そう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 、である方が急にね電話をこう見たら、なんか知らない番号だと、うん、なんだこの番号って言って、でその番号が何回もかかってくるからおかしいな、そのこれ固定電話の番号 で、うんうんうん、で調べたらこれ岐阜の番号だって話なんですよ。でなんだこの岐阜の番号、見覚え聞き覚えもないしなと思ってかけ直すと、ピンポンパンポン、現在使われておりません、え怖っかかってきてんじゃん、何何何と思ってまた目離したらまたその番号から着信があったっていう。でやっぱり詳しく詳しくその番号を調べていったら、岐阜県のダムに沈んだ村落で使われていた番号だったんです。うわもうだからもう鳥肌怖いですね。すみませんすみません、いやだってもう一回もなんかこれガンガン今こっち振ってくるから、いやいやなんか俺は鳥肌が立ってますっていうのを伝えたいだけですよ俺は。いやもう2回目でそれこれやられたらそんなもんなんかギャグ思いつきましたよ兄さんの合図かなと思っちゃう。正直言っていいですか、怖いですね、かぶせればウケるとは思ってました。まあ、正直言っていいですか、はい、なんか俺が鳥肌って言っちゃうのは今良くなかったんじゃないかなと思いました。お互い反省しようと思いますなんかあ言い過ぎちゃった、今それもしかしたらそこから生まれるかもしれないのになんか鳥肌って言っちゃったの。いや俺は鳥肌って振りで合ってましたし、今なんかあの今の島田さんの話が怖すぎてまだちょっと目が涙目ですいやそうちょっとすごいですねやっぱり、ね、もう本当にザ・ベターな体験なんていうかあれですけど、けどそれでもこれは怖かったなっていう話なので、ね、やっぱ自身ご自身で経験してるからもうめちゃめちゃ怖かったの伝わってきましたね。怖い本当に怖い、いやありがとうございます、ありがとうございます、いや本当に来てもらってよかったです、うん、あの無茶ぶりになっちゃうかもしれませんが、最後今日ね、この話をしていただいてこのチャンネル出ていただいた、まあ、感想、ね、気持ちみたいなことなんか、はい、ありましたらお願いします。いやもう本当に今思い出すだけでももう震えますし、もう島田さんの今の話もすごい怖かったんで、もうなんかもうああもうちょっとやばい、怖い怖い、足が震えてきて、ちょっと落ち着け落ち着け、もう怖い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 、あちゅうえの足はマリオネハードル上げすぎる、ごめんなさい本当になんかもう振り方がわからないんじゃもうノブ君みたいな喋り方だ振り方がわからないんじゃってもう二度と怖くて後輩の人に触れなくなっちゃうんですよ強度が、今のハードルでやった方でしょ今の、いや本当に助けられました、うん、よかったよかった、こっちは助けられました、うん、今の振りが一番怖かったそうで、はい、はい、ちゃんと綺麗な振りで、はいはい、うまくギャグもねやられているチャンネルありますので皆さんそちら、はい、流れ星チェックしていただきたい、流れ星漫才チャンネル2つあるんでよかったら登録してください、はい、あの概要欄の方に貼っておきます、はい、お願いいたします、はい、というわけで流れ星の中英さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。お演歌歌手の人みたいな感じで終わったありがとうございました。